さあ、えーと、残り時間を使ってチベットをやります。はい、よろしくまずあの地形をご覧くださいませ。はいえー、ユーラシア大陸の、まあ、中心ですね、世界の屋根ですね。はい えー、高度4000メートルというです、ねまあ、とんでもないところですよ、まあ、ほとんど空気の薄いあの富士山頂みたいなところですよね、はいえー、これがチベット高原、はいで、雨もほとんど降らないので、農業は不可能であって、まあ、遊牧ですね、遊牧といってもね、あの馬もいないから、あの牛ですね、牛、ヤク、ヤクっていうねあの、毛の長い牛がいいんですよ、えー、このヤクをですね、放し飼いにして、ヤクのミルクを飲んで、ヤクの肉を食うという、まあ、そういう生活ですね、これがチベット人といいます。はい なので、あのー、他の民族からです、ね、見るとです、ね、皆さんあの、富士山頂に攻め込もうと思います <laughs> 思わないでしょ、ね。だから、この山に守られてチベットはです、ね、あのずっとその、えー、と他の国から侵略を受けずに済んだということなんですね。はいえー、天然の用害ですね。はい、実は ここにあの日本列島がありましてですね、日本列島もですね、そのアジア、ユーラシアの諸民族から攻め込まれないんですよ、なかなか海があるからね、海があるから、そうでしょ。で、日本の歴史を考えてみた時その、えー、ときに、アジアの王朝から侵略されたっていうのは、もうほとんどそのモンゴルの侵略ぐらいじゃないですか、ね、そうなんですよ、似てるんですよ、チベットと日本は似てるんですよ、攻め込まれないんですよ。で、そのことが実はですね、遺伝子レベルで分かってるんです。 これはですね、遺伝子のですねデイ、デイグループっていうのがあるんですよ、はい、デイ・エムグループってなってねでこの、この特定の遺伝子がですね、えー、集まってるところが、なんと日本列島とチベット、はい、で特に日本列島でもです、ね、よく見てください、これ、東日本ですね、東日本。 えー、つまり西日本はやっぱりそのた大陸から,ほらあのトライ人とか入って大体、弥生、まあ、人がこう入ってますからだから弥生人があんまり入ってない、えー、関東、東北、北海道、えー、つまり縄文ですよ、ね、縄文の遺伝子と同じ遺伝子がチベット人にたくさん残ってるんですつまり根っこはつながってるんですこれ一番,一番その古いモンゴロイド。はい 記録に出る最初がですね、あの、衆の時代ですね、衆の時代に、拳、え、銃、ー、というね、賢秀といと異民族が、えー、と攻め込んできて、中国に、で、衆、えー、を滅ぼしたという話がありますね、あれが一番最初ですね、拳、え、銃、ー、については、まあ、ほとんど実態が分かってません。はいで次が 寛大で、えー、寛大に、ですねここにあの京とか帝っていう部族が、えー、チベット高原のへりに,です、ねヘリにえー、いたことが分かっていまして、はい、でこちらをご覧くださいませ、はい、これですね、ちょっと、まあ、色,色分けしましょうかね、京、帝。 漢王朝の一番の敵はモンゴル高原の遊牧民でしたそう、京都ですねで、えー、この京都と漢がですね、このシルクロードですよ、オアシスルート、あれを奪い合いまして、はい、で最終的に漢の武帝が強、えー、都を破ってですねで 漢王朝がビーッとこのに西にこうねビーッとこう伸びるこれ,これが漢の武帝漢、はい、の武帝ですねですが漢の武帝もですねチベット高原はあのー、ほっときましたえもう取る価値もないということではいで漢、えー、が、えー、崩壊をしましたとね公金並んでその後、えー、一斉に周りの遊牧民が攻め込んでいった五個ね で5個のうち3つはこの北方系の強度、欠、扇蜂でしたが残り一つが強度、低、え、位、ー、ですねこれが、えー、5個の侵入ってやつですねまだチベットは統一国家ではありません、はい、次、東大です 唐もですね一番のライバルは北方民族で特決、えー、と言います北方民族は明日まとめるからねそして例の公句麗ですねはいでえー、と唐の二大皇帝李世民と三大皇帝高宗の時に この盛んに北方遠征を繰り返しまして、はいでえー、高句麗を滅ぼし、東西特結を従え、党、はい、はこの広大なですね、北方地域を緩やかに,緩やかに収めた、はい、こんな感じで。 で、高麗貴族や特権族,族は残してで彼らを党の地方長官に任命するという形で飼、まあ、いならしてたんですね。はい、でこの、えー、と大幅な自治を認めた地域のことをはいこちらキビ州と言いましたね。キビ州 はい、でえー、とトゴフが監視をすると、はい、しかし党も、えー、チベットを攻めようとは思わないはいでチベットに対してはですねえー、と別の手段で飼いならすことに成功しました、はい、この頃チベット高原を統一した王がいましてこの方ソン,ェン,ガンポ・孫ン・元宝はい えー、チベットをです、ね、漢字で書くとこうなります、トバントバン王国ですね。まあ、チベットの王様で出るのはこの人ぐらいですよね、孫前元、うん、で彼はですね南のインドと盛んに。あのー 交通してですね、で例えば、インドから仏教を導入すると、もともとのチベットの,あの多神教がありまして、これボン、ボン教、カタカナでボン,、えー、ボン教という多神教があって、そのボン教とインドからやってきた、えー、仏教が融合したのが、これがチベット仏教だと。はい それからその仏教の経典がそのインドの言葉で書かれているからそのインドの文字をもとにしてチベット語を表すチベット文字を定めたのもこの方孫ガ元ポに対して当の二大皇帝の李世民がですね李正民さんがですね娘さんをですね娘さんのこの人、えー、文政公主文政公主 を孫前に嫁がせるんですね。はい、つまり、ええー、孫前元本を娘婿にするんですよ。うん、で、こうやって、その、えー、家族か、親族関係を結ぶことによって、えー、チベットを手なずける。 えー、これをですね、あの効果って言うんです。えー、あの女性を。周りの民族の王に綴がせて。で、あの親族関係もすることをすね、これ効果って言うんですね。はい。だから、えっ、ー、と。鳥羽王国と党は全く対等ってうんです。これは。そうでしょう。はい。次。宋代です。 宋にとって一番の敵は北方民族の切ったんですね梁ですねはい宋はこの梁にボコボコにされててですねはいでボコボコにされてでえー、と結ばされた和議これが、えー、千円の銘 で毎年ね、銀と絹を、えー、切ったに送れという話でしたね、はい、これは中国史の基本ですねでこれを見ていた、えー、聖華っていう国がねまた層に攻め込んでですねうちにも蜜毛と言ってきたと、はい、この聖華っていうのがチベット人なんですよ でチベ、この時代は、ですね、えーと、チベット本体はずっとバン王国なんですけども、そのバン王国から分かれたのが、えー、聖火っていうグループで、これは、えー、チベット系のタングートという部族で、タングート、これも覚えてね、タングート。これ、実はね、昔の館内のですね、胸族なんですよ、胸族。はい で彼らは山から降りてきて、でここの,あのちょうどあのさっきのタリム盆地のとこシルクロードを通っている、あそこを押さえてです、ねでえー、東西交易の中継をやったんですよ、はい。で、この聖火と僧が結んだのが、えー、経歴の和訳ですね、はい。で、銀と、毎年ね、毎年銀と、 絹とお茶を遅れと成果にええこういうのようですねはいはい次がモンゴルですモンゴルです はいもうこの講座ではもう何,何度この話をしたかねこのモンゴルが南宋を攻める時の、えー、作戦として周りの国々をどんどん従えていくんですねでこっち側は高麗を征服し日本に攻め込みで向こう側はですね成果、えー、を滅ぼしはいウイグルを従え そしてですね、えー、とトバンなんですよトバン、えー、でトバンを抑え込んでしまえばですねこう周りをぐるっと囲むことができるのでただしさすがのモンゴル軍もですねあの高度 4000m ーーでは馬が走れないじゃないですかでしょだからフビレイ・ハンはですねなんとかその戦わずにトバンをです、ねえー、従いようと考えたんですよ。 ところが、トバン王国はですね、当時、内紛がついていて、ですねあの、トバン王国全体を治める王がいなかったんですよ。なんか地方豪族が割拠していてです、ね、それで、えー、チベット全体に影響力を持っていたのが、えー、チベット仏教の最高指導者で、この方なんですよ、パスパ、パスパさん。 で当時まだね、20代の若者だったんだけど、ものすごいカリスマ性のある,ある人で、はい、それで、フビライ自らですね、山登ってですねあの、会いに行くんですよ、パスパに。はい。それで、パスパ殿と、我がモンゴル帝国は、チベットに対して攻め込む気はないと、その代わり、これから南宋を攻めるから、えー、協力を願いたいと。 それでもしあのチベットとの同盟がな,りなったらですね、えーと、チベット仏教の布教も認めるし、モンゴルで、であなたはなかなか立派な方と聞いてるから、あの宗教担当の大臣にしてもいいと、えー、こういうあの破格の待遇で、あのーえー、パスパにです、ね、同盟申し込んで、パスパはこれを受けてですね、はい。 だから実質、まあ、的,的には独立を保ったまま、まあ、名目上モンゴル帝国の支配下に入ったんですよ。はいこうなりました。 あとですね、このパスパさんがですね、逆にフビライに対してね、あの贈り物をしましたね、贈り物を。えー、それはですね、えーと、文字を作ったんです、文字を、はいえー。パスパ文字ですね、パスパ文字。いや、文字はもともとありました。文字はですね、今までモンゴルはですね、あのモンゴル文字というのを使っていたんですが、 モンゴル文字っていうなんか縦書き縦書きアラビア文字みたいなあるんですよ、えー、でそれにえ加えてですねパスパ文字って作ってですね、えー、っとこれは実はチベット文字を元にしてるんですよはいこういうもんですねでこれで「カカガナツァ」かかとかこういうふうになっていてですね、えー、ちょっとハングルっぽいでしょ これがあのチベット文字って言うんですね、はい、あごめんこれを、えー、パスパ文字って言うんですねはいで主にあの儀式用にこれは、えー、使われましたパスパ文字。ということでものすごくあの大事にされましてチベットはモンゴルからで逆に、えー、とチベット仏教がモンゴル帝国にずっと広まっていって 今までなんかこう素朴なあの自然崇拝だったモンゴル人たちが、えー、とチベット仏教となっていたの、うん、で今でもあのモンゴル人のほとんどはチベット仏教徒ですところがです、ね、あまりにも保護されちゃった結果です、ねえー、チベット仏教自体があの権力握っちゃってです、ね、でそのチベット仏教のこの パパスパのグループです、ね、このお坊さんたちがまるであの貴族みたいになっちゃって贅沢始めちゃって、ええ、もう「あの肉は食らう」はですね「あのー、何めかけを囲う」はですねだんだんあの腐っていそうあの中世カトリックの,あの坊主みたいにこう腐っていくんですよ。ええ なので、えっ、ー、と、現状末期にですね、これはだめだっていうことで、チベット仏教の中で改革運動が起こりました、そのリーダーを、えー、ンカパっていうんです。ンカパ、この人。はい。えー、ンカパの改革運動と言います。ね。で、我ら、わら仏教徒はね、えー、 自らに厳しい修行を課して、え結婚を禁じて、肉を食うなんて論外であると、酒も禁ずるという、まあ、厳しい修行を始めた、この、えー、改革派グループのことをゲルク派、はいえーと、黄色い帽子かぶったんで、工房派といいまして、だからこれが黄色いんです、ここが帽子が。 ちょうどこのゾンカパさんがですね元、えー、から民に変わる頃なんですねはいで明朝の一番のライバルは北方民族のタタールなんですよタタールはい でこのタタールのアルタン・ハーンというのがあのバーニーの頂上を突破して北京に攻め込んでいくんですよ。タタールにとってはねあのこの明朝をぶっ倒して北京を奪回して元の元朝を付加するっていうそういう望みが野望があったわけでそれでこの、えー、タタールのリーダーのアルタン・ハーンが考えたのは昔我が祖先のフビライ・ハーン様は。 ファスパを手なずけてチベットを支配下において南宋包囲したと同じように私もですね、えー、この、えー、とソンカパのグループを保護してやって明朝を、えー、ぐるっと包囲しようと考えたんですよ。はい それで、えー、フビライがやったようにアル,アルタンハーンもチベットまで思いて山登って、えー、もうツォンカパは亡くなっているんでそのでツォンカパの何代目かのお弟子さんと会ってですねで、えー、我が、えー、タタールはチベットを保護すると、ねえー、共に民と戦うじゃないかと呼びかけてで同盟ができまして、はい、でその時にこツォ、えー、ンカパのグループゲルク派のリーダーにアルタンハーンが名前を送ったんですよ。これをダライライマって言うんです で、これ以来、こゲルク派のリーダーは代々、えー、ダライ・ラマという名前を名乗,る名乗るようになったんですね、ダライ・ラマ。ラマ、ラマっていうのがお坊さんっていう意味です。はい、でダライっていうのは、あの海、オーシャン、えー、だから海のように偉大なお坊さんっていう意味なんです、これダライ・ラマっていうのは。はい。 えーとね、5代目のダライ・ラマの時、えー、ときに、都のラーサーにです、ねえー、宮殿が建ちましてね、宮殿が、これをポタラ宮殿と言います。これですね、これ、これもすごいよね、ポタラ宮殿。これがあのダライ・ラマのお城ですね。 ただ問題があってですねあのこのゲル,ゲルク派は結婚できないんですよできないからその誰がその後を継ぐのかっていう問題がありましてダライラマのねええー、とローマ教皇も結婚しませんローマ教皇はあの選挙で選ぶんですけども次の教皇はでダライラマはですねあのこうやって選んだんですよえー、と輪廻転生をするんですね これは仏教の教えで、えー、と肉体が死んだ時に魂が抜けてでその魂が、えー、新しい肉体に宿,宿って、えー、赤ちゃんになって生まれてくるっていうつまり生まれ変わり死に変わり繰り返すっていうこれが仏教の教えですから、えー、つまりダララマが亡くなってもそれは肉体が死んだんであってその魂は生きてるんであってその亡くなったダララマ魂がどっかに生まれ変わるっていうんですよ。 だから、ダライ・ラマがあのご臨終になったときにです、ね、あの必ずね、ねダライ・ラマ様次はどこに生まれ変わりますかって聞くわけ。そうすると、その臨終のダライ・ラマがですねっというああ言うわけ。ね私が生まれ変わるのはというわけ。ねああ、見える。ねあ大きな万年雪の山のふもと滝が。 滝のある村、湖のほとり、三本の木が立っている、その近くの農家の次男坊に生まれよう。探せーって探すんですよ。で、チベット中にその調査ー部がはあの派遣されてね、大体見つかるんですよ。しかも複数。 で、そのダレラマが死んだ直後に生まれた赤ちゃんっていうのが何人かいるんですよで、その子たちが次期ダララマの候補になるので、その中のどれが本物かっていうのを次にあの赤ちゃんたちをあのテストするテストするでどうすると先代のダララマのこの愛用の品があるんですよでこの愛用の品をですねその赤ちゃんにこう触らせてですねで反応を確かめるんですよ反応すればダレラマなんですよ でこの子をお母さんにねちょっとこの子はあの生まれ変わりなんて預かりますって言ってであの、ポタレキュに連れてきてですねでここでもうちっちゃい頃からあの仏教の英才教育するんですよこうやってずーっとやってきたのダレラマっていうのはで今14代目身長ですはい。 清朝を建てた満州人もですね実はチベット仏教徒でした清朝もあの多民族国家ですよねでまず元の明朝を征服して漢、まあ、民族を支配下に収めましたねそれから、えー、とモンゴル人たちも続々支配下に収めていってですね チャハルハルハ、ル、ル最後はジュンガール。はい、でこれ全体を清朝が束ねていたわけですよ。多民族帝国ですね。はい、で特にこの 北方民族とチベット人については、えー、大幅な自治を認めてですね、自治を認めて、はいでえー、と間接統治をしました、これを半武と言いましたね、はい。ですから、えーチベット、チベットについては、ダライ・ラマに統治を任せますということでしたね。 なお、この政界というところですけどもこれは、これはチベットの一部なんですがそのダライラマ政権に従っていない地域があってこれ政界といいます。はい、<laughs> だから、清、えー、朝皇帝とダライラマが面会するときはあの全く同じ高さに座るんですよ。うん それでえっ、ー、とつまり政治権力を握っている清朝皇帝とそのチベット仏教の最高権威のダライラマが、えー、全く対等にこう対面するっていうことをやりましたはいこれは清朝ですはいその清朝が辛亥、えー、革命で崩壊しましたはいで孫文のですねえっ、ー、と中華民国が生まれまして これは肝心国家なんですよ。肝心国家ですねですから、えー、今までその清朝に属していた他の民族もですね同時期に独立運動を始めまして、はいてチベットはですね チベットはダライラマ十13世って方がですね独立を宣言するんですよであの 独立っていうのはあの自分だけ言ってもしょうがないんでその外国に認めてもらわなきゃ意味がないじゃないですか。はい、それで、えー、とこのチベットを最初に承認したんですね、イギリスなんですよ、イギリス。はい、っていうのは山の南ヒマラヤの南がイギリス領インドです。はい。 で、えーと、北がロシアですからイギリスはですね、このロシアがあのインドを脅かしていると思っていたので、えー、そのロシアに対する防波堤として、えー、チベットという国の独立を認めて要すすするるにとんでで、よ。はい。で正式に、えー、とイギリスとチベットがですね、えー、とこのインドチベット国境を確定するんですね、えー。これを志村協定といいまして。はい。 この時にえっ、ー、にチベットに赴いて、ダレラマ十13世と会ってですね、交渉したのがイギリスの外交官のマクマホンという人で、マクマホン。だからこの時に決めたチベット国境のことをです、ね、マクマホンラインというんですよ。はい。 マクマホンマ、はい、マクマホンさん、ね、イギリスの外交官、マクマホンさん、なんか聞いたことないですか、マクマホン、えー、この人はあ,のあちこちで線引きするのに好きな人で、このあと中東に飛んで、中東に飛んで,で,す、ね、で、オスマン帝国を切り切ったんですね、オスマン帝国の中に、えー、アラブ国家を作るって言って、あのアラブのリーダーのフサインという人とってねそう、フサイン・マクマホン協定を結んだのこの人ですよ、同じ人、はい。まあ、これは現代史でやりますけどね。はい で同じようにしてモンゴルですね。えー、モンゴルも独立を宣言しましてただ、これもです、ね、他の,あの特に大国に認めてもらわなかったら意味がないので,でモンゴルさんはです、ね、隣国の、えー、ロシア改めソビエト連邦に接近して、はい、でソビエト連邦から、えー、国家主張にしてもらうんです。よ。はい その代わりソビエトは、えー、とモンゴルに対してじゃあ、ね、あの社会主義をやれと受け入れろと言って、はい、で分かりましたと言ってで、えー、とモンゴルに共産党ができて、えー、とモンゴル人民革命党というんですけどもそのリーダーの、えー、チョイバルさんという人がです、ね、スターリンと会ってで独立を認められると。チョイバルさん だからモンゴルというのは実はあの史上2番目の社会主義政権になってでソ連と同盟を組んで,でソ連軍の駐留を受け入れると、はい、でチベットにはイギリス軍が駐留しますということだったんですよ。はい、さて、えーと、中華民国です,で中華民国はです、ね。中華民国はこの時に、えー、モンゴル、チベットの独立をああ、そうですか、じゃあ,あの頑張ってねって言えばよかったのに 認めないんですよで中華民国はですね、元の清朝の領土は全部うちのもんだって言うんですよ。で、もめるんですよ。ええ。で、例えば、この内モンゴルっていうところ、ここはもう清朝の頃から、漢民族がかなり入っていったんで,で、中華民国はここに軍隊を送って、これをですねあの併合しちゃうんですね。これが内モンゴル自治区ってやつで、今の。はい。 あと、えー、タリム・ボンチですね、トルキスタン、イスラム教徒がいますね、えー、あそこもですね、あのー、中華民国は領有を主張して、でそのトルキスタン独立派のイスラム教徒と戦うと、まあ、こんな感じですね。はい、そして、えー、満州です。はい で、えーと、満州はですね、まあ、元の清朝の発祥の地ですからもちろん満州人がいたわけで,、えー、でこの満州人たちもですね、自分たちは中国人じゃないんだから中華民国じゃないって言ってですね、それで清朝最後の皇帝の戦闘帝不儀って人がいまして。えー 富岐がですねその中華民国の圧力に耐えかねて日本に助けを求めていくんですよ。で天津にあった日本領事館に富岐が逃げていくんですよ。で日本軍の力でなんとか中華民国をあの食い止めてくれっつって、ええ、で日本が「おおよしよし」っつってでその富岐を保護してやってそれで、あのー、満州を一気に占領したこれが満州事件なんです。 で、この富士山をリーダーとする新しい国家を建てまして、日本が、えー、これが満州国ですね。で、日本が満州国を、えー、国家承認し、で代わりに、えー、と日本は満州を守ってあげますと。で、日本軍がここに駐留しますということですね。そうなんですよ。そういうことなんですね。そう。そうなんですよ。だから、あのー 今、今中国では、えー、これは認めないと言ってます、えー、認めないと、ね、日本による侵略だと、それはそうですよ。ね、で、満州国っていうのは、えー、とこれ、偽物の国家、ね、傀儡国家、偽物の国家,国家だから、今、中国ではですね、えー、と満州国って言っちゃいけないんですよ、偽って言っちゃいけないんですよ、偽ってつくの、偽満州国って言うんですよ、うん、認めないっていう。でもね、でもね、それ言うんだったらね、これもそうなんですよ、モンゴル。モンゴルはですね、これ、ロシアが、ソ連が作ったんですよ。ソ連軍がこれ、モンゴル守ってるんですよ。 だったらモンゴルもですね、二世モンゴル国とて言わなきゃいけないんですよ。チベットもそうなんですよ。二世チベット国なんですよ。そうなんですよさあ、えー、そして。 第2次大戦になっちゃって、はい、で結果は、はい、この、えー、とイギリス、ソ連、日本はどうなったんですかって考えたら、日本が負けたんですよ、日本負けましたよね、日本負けたから、満州から日本軍が全部撤収しちゃったんですよ、だから満州国はぶっ倒れまして、で、えー、中華民国に併合されたんですよ、そういうことですよ。 でソ連とイギリスは勝っちゃったので、えー、と中華民国はモンゴルとチベットには入れなかったんですよ。そういうことですよ。はい。 で中国内部で、えー、と政権交代があって、介石の、ね、中華民国が倒れちゃって、で毛沢東、共産党の中華人民和国になりましたと、はい、でこの中華人民和国の軍隊、人民解放軍ってやつが、えー、と満州を併合するんですね、こうやって、はい、あと,、えー、と、ウイグルもこの時に併合しました。で大体今の中国の形がこうできてくるわけですよね。 で問題はチベットなんですよ、チベット。はい、それで、えーと、今までチベットのバッ,バックについていったのは、えー、大英帝国ですね、イギリスですよね。はい、イギリスは世界大戦で、ね、勝った側ですよね。勝った側なんですが、なぜかイギリス軍は撤収しちゃったんですよ、チベットから。あら、何やってんのってことで、はい。これはですね、これが原因です。インド独立。そう で、今までそのイギリスにとってチベットの意味っていうのは、えー、とインドをあのロシア、ソビエトから守るための防波堤だったんですよ。ね、ところがあのガンディーさん、ネルさんが頑張っちゃってでですね、それであのインド独立しちゃったもんですからインドからそもそもイギリスへ出ていっちゃうわけですからだからチベットをあの抑えておく意味がなくなっちゃったんですよイギリスから見て。うん で、イギリス人ってドライですから、あじゃあもういいわとか言って、じゃあ、バイバイとか言って、出て行っちゃったんですよえ。だからチベットから見たら、おお、なんでいっちゃうんだったんですね。はい。で、えっ、ー、と、軍事的に空白になったんですよ。はい。でもともとチベットっていうのは仏教国ですから、あの平和主義ですから、まとなる軍隊ないんですよ。はい。で、そこに毛沢東が入っていくんですよ。そう、人民解放軍がですね、チベットに入っていくんですよ。この時ですよ。 50年50年というとねあの、朝鮮戦争が始まった年で、もう世界の目がですね朝鮮に釘付けれになってる裏でこれやってるの、チベット併合。毛沢東の言い分はこうです。 チベットは遅れた封建社会の国で、人民は貧困に苦しみ、一部の特権階級が土地を独占している。特権階級とは何か、チベット仏教の僧侶たちである。やつらが地主階級だ。やつらはチベット仏教という名神を広め、 人民をを麻痺させ、自由性を取っていると。だから我が人民解放軍はチベット人民を解放するためチベット仏教を打倒するって言って入っていくんですよだからあの手当たり次第にそのチベット仏教の古いお寺をあの破壊しまくるんですね仏像を焼き経典を破りですねで坊主に拷問加えてですねやるんですよ で別にチベット人はあの解放してくれって頼んだことないんですよ。ねだから、あのダライ・ラマがですね、ダライ・ラマ14世になってます、この時、ね、で、彼は、これは何かの,あの誤解があるっていう思ったんですよ。ね、毛沢東、何か誤解してるって言って、私は毛沢東に会いに行くって言ってね、北京まで来るんですよ、飛行機で、ダライ・ラマが。で、あったんですよ、毛沢東と。ねそれで、あなたの国の軍隊が私の国に入ってきて、ね、でもう手当たり次第にめちゃめちゃやってるんで、なんとか止めてくださいと言ったんですよ。 そしたら、あのー、毛沢東はですね、この顔で出迎えてですね、ああ、あなたに会えてよかったと言うんですよ、われわれも暴力は望まないと、われわれの条件さえ飲んでくれれば、すぐに戦争は終わりますと、ね、で、ダライ・ラマさん、もう文書はできてるんで、これにサインしてくださいって言うんですよ。もうできたんですよ ええ、でこれがですね、十七か条協定ってでってです、ねでええ、この中にですねこう書いてあるんです、ええ、ダライ・ラマはチベットを中国の一部と認めるって書いたんです、でこれにサインすれば、もう戦闘行為をやめるって言うんですよ、さあ、どうしますか、あなたがダライ・ラマだと、どうしますか、これ。 でダライラマはです、ね、チベットの独立よりも、そのチベットの貴重な文化祭と人民を守る法を取ったんですよ。それで彼はこれにサインしました。はい、でこの、この協定がです、ね、今でもその中華人民共和国によるチベット支配を正当化する根拠に使ってるんです、この17カジオ協定っていうのを。昔、ヒトラーがです、ね、チェコを併合したときに何やったか、チェコの大統領を呼んだんですよ、ベルリンに。で、文書できてたんですよ。 ね、で、えー、とチェコの大,大統領はチェコの領土をですねドイツに併合することを認めるって書いてあったんですそれであのもうドイツ軍にチェコに攻め込んでいてでこれでそれからドイツの空軍がこれからチェコを空爆するって言ってこれから大勢死ぬね、それを止めるためだったらサインしろって迫ってでチェコの大統領のハーハーって大統領はもうと倒しながらですねそれにサインするんですよでそれをヒトラーがこう取ってチェコから要請があったってやったんですよ 同じ,じゃないですかモウさん、ねはいで、チベットの兵隊は本当にそもそも武器ばっかり、はい、これがどんどん没収されましたですねそれで、えー、としかもですねこのこの,後もですねこの後も変わらないんですよ、でどん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 チベット仏教が破壊されるんですよ。はい でついに中国軍が都のラサに迫ったんですでそ,のそのラサに大勢難民が逃げてきていてですね難民たちがであのポタラキューの周りも難民でいっぱいになったんですよ、はい、これが59年です、はい、で、えー、このポタラキューに対してあの中国軍が大砲をこうセッティングしてですねそれで「えー、とダライ・ラマ出てこい」と「鼻、ね、者、えー、に応じろ」って言ってきたんですよ で今度、ね、その中国軍の,あのキャンプで、あのー、催し物があるって言うんですよ催し物がねであのみんなであのお料理食べたりあの歌を歌ったりダンスを見たりするあの楽しい催しがあるからそこにあなたを招待するダライラマねだからおい、まあ、しいものでも食いながらゆっくり話しようって中国の司令官言ってきたんですよで,でも条件があってダライラマはですね護衛をつけずに一人で来いって言うんですよ人で来いって言うんですよ で、でダライライマンはですね、これ断ったら中国の,あの攻撃始まりますから、ここにいるんですよ、難民たちが。こ,こにたち死にますよね。だから、ダライ・ラーマンはです、ね、私は行くって言ったんですよ、えー、それで人命が救われるんだったら行くって言ったんだけど、も、側近が止めて、でで、すね、で彼はど,どうにもならなくなっちゃって、それであのその約束の日が迫ってくるじゃないですか、ね、そうするとね、彼はどうしたかってうとね、ここから逃げたんですっ 真夜,中真夜中にですね、お坊さんの格好を脱いでですね、あの一般の兵士の格好に化けてですね、真夜中にこの大群衆の間をそーっと通ってね、ポトラキューから逃げたんですよ。それで南のですね、インドに向かったんですだからヒマラヤを越えるんですヒマラヤを。でヒマラヤを越えるときに国境線、さっきのマクマホンラインのところであの持ってきた無線機を使ってですね、世界に打電してですね、今、えー、本日ね、えーと、チベット政府はインドに亡命を するとでで世界各国の支援を求めるって打点して、ですねで、彼は無事に、あのー、インドに入ったんですよ、ダレラマ14世。中国が激怒して、ですね。でおえー、ってもう,もう間に合わないでしょ、ででこれ以来あの、ダレラマは今でもインドに亡命中で、でちあのチベットは中国の占領下にあるんですよ。 で中国はインドに対して、ダライラマンを渡せと要求して、インドは拒否して、それが原因で、今度は中国とインドが戦うんです、これ、中印国境紛争っつって。はい、で最初ね、最初、あのー、もう冷戦始まってますから、アメリカさんが、ですねこれはひどいって言って、あのダライラマンを支援したんですよ。えー であのチベットでもあのゲリラが抵抗していたから、えー、とアメリカがですねあのアメリカ空軍があの飛行機から武器を落としてねそのチベット頑張れっつって応援したんですよところがこのアメリカの支援がね突然止まったんですよ72年のニクソン訪中でアメリカ大統領が北京の政府を認めちゃったんです毛沢東を、えー、でも,もちろん毛沢東は、ね、じゃあニクソンさんチベット支援はやめますねって言ってやめちゃったんですよ、えー、それ以来チベットはもう孤立無縁です えー、世界のどの国も立つかではないんですよそうそのまま今に至ってるんですねはいでも今,今チ,ベチベットはですねもうチベット語教育が禁止、えー、でこのダリア・ラマの肖像を掲げただけで逮捕されますでもうお年になっちゃって、えー、もう、あのー、80近いのでそうするとね代替わりがあるんですよもうすぐね 今度15世が,です、ね15世があのー、この14世の魂が抜けてです、ね、でどっかの赤ちゃんにこ生まれていくるんですよね、ええ。だから次に起こり得ることっていうのはです、ね、今、中国の占領下にあるチベットに生まれた赤ちゃんを中国政府が認定するんですよ。はい、この子は15世って、ええ、でその子を子どもの頃から教育ですね,ねえ、はい、チベットは中国領。 チベットは中国領入ってごらんってやるんですよ。ええ、だもう十五世が即位したらもう十五世自身がですね、あチベットは中国領って言ってもうこれ問題を示しまいです。だからだからあのダレライラマンはですねそれ分かってますからあのこうおっしゃってます。ええ、私が生まれ変わるときには中国の占領下のチベットに生まれないって言ってます。言ってますはっきり。ええ。 えー、どうなるか、ね。多分インドに,インドにあの15世が生まれるんですよ、えー、そうするとその中国政府認定の15世とそのインドに生まれた15世があのダレ誰ラマのれをめぐって争うという、教会大目ですみたいなですことになりす、そういうことが多分予想されますということ,、ねはいえー、となおあの、中国の歴史教育では、えー、とチベットは一貫して中国の領土だというふうに、えー、教えてるんですよ、もう、関代から。 はいって話で、はいいつですかって話で、いついつですかってね、そうなんですよ。うん。だからあのもしね皆さん大学に入ってその中国人とお友達になってね、でその中国人のお友達がいやチベットは中国だってしたらちゃんと教えてくれてね本当の歴史をね。はい。ということで、えー、今日は朝鮮とチベットをやりました。ありがとうございました。